はい、晩ご飯の用意です。ほら、まゆ何やってんの。本当に一日前と遊んでますよね。さっきの続きですね。チャーシューできて、もうこれ蓋しました。これね、よいしょ、蓋をしてまーすと。ご飯がもうこんな少ないな。まいったな、子供の分がねえか。ちょっとどんなだろう。うん、なんか硬いな。失敗した。早くにあげときゃよかった。まあいいや。あとでちょっと考えましょうね、これはね。というかもう2合ぐらい炊かないとダメだな。明日の弁当もあるから3合。2合だな。2合炊くことにしましょう。それで炊くときはね、ご飯あれ、取らなきゃいけないけど、その時間がないんで。僕はうちはこれ、ご飯。これ3つだね。1号、2号と、あ、なんか紙切れがあるぞ。おい、なるほど。で、手で冷たい水で研ぐとかね、一生懸命昔はしてたもんですけれども、ね、もうめんどくさい。だからもう、何でもいいからやっちゃう。というか、30分に水に浸しておいて、それから洗う、なんだっけ、あれでもね、炊くのが本筋なんで、それをやりますね。ね、じゃあまずとにかく一番最初からだよね。これはどこ置いておきましょう。それ今日は何やるかというと、まずここ片付けなきゃいけないね。いつもこうなんだ。うちの奥さんが出かけてるときは片付かないわけだけど、片付けなきゃ料理は作れないね。しょうがないね。でこの時間の片付けは今もう 4時10分だから5時までに作り上げようって大体の時間の目安なんで、この時間の片付けっていうのはもうとにかく料理を作るのに必要なところまでの片付けですよね。だからきれいに洗うなんてことはもうめっそうもない。そんなことやってる時間ない。料理っていうのはやっぱなんてプログラムと一緒でね、まあ、商売と一緒で納品納期っていうのは守られてるから話にならないですよね。もう食べようねっていう時が来た時に並んでなかったらダメですね。ダメダメ今怒るなよ。まあいいだろうね。こんなもんで人生だ。ああ、もう人生出ました。早いね、人生出んのね。こちらに置いておこうかな。僕は大体こうやってこちら置いちゃいますね。こうやってね、こちら置いて、つけますね。で、今日使うもの、今から使うものだけは残りますけれども、それ以外は、大雑把に洗う。フライパンは多分使うな。中華鍋は大好きなんでいつもきれいに洗いますね。長いもの、それから鍋、これから順に洗っていきますよね。よいしょ、ね、中華鍋とこの中華お玉がね、私の命だからね、洗うもんね、こうやってね。箸はこの中に入れて、皿はどこ洗う、また洗う、また洗う、また洗う、料理でまた使われるからね。よし、うん、まな板使う、まな板使う、で、中華鍋も洗う。で、こいつはもう、これ終了だね。こいつを洗えば終了。よっしゃ。こいつはダメ。で、これでかいのはもう置き場所ないから、きれいに洗ったらもう、乾かす。と同時に、もう、終わり。これね、洗いがね。
とで、これがさっきのスープですね。眉に取られるとこもあるんで、これはここ。今日の晩飯で食べますね。チャーシュー。お、チャーシュー。ああ、しまった。ちょっと水が出てるな。まあいい。チャーシュー。これ。チャーシュー。ハッピーじゃないんだよ。頭いけんだよ。明日10時から打ち合わせなんだよ。終わってねえんだよ。今日頭痛いからもう酒飲んで寝ることにしたんだよ。けどビールがねえんだよ。ワインも少ししかないし、絶対絶命です。社長、絶対絶命です。大丈夫だ、正義は勝つ。俺正義じゃねえけどな。俺は正義じゃないない。よいしょ。楽しそうだね、マサヤくん。やれんだね、これ。よし。まあ、おじいちゃん残してきました、お茶ね。はい。水分補給しました。お、お茶系だの？違うよ。ただのお茶だよ。あ、これ汁ね。昨日、今朝の味噌汁が残ってますから。これ仕立て直しってほしいかもな。豚のあれで仕立て直しに行きましょうかね。今日はね、汁仕立て直し。汁仕立て直し。もうちょっとフランス語風に汁仕立て直し。あ、バカだ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 、俺はバカだ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 、知ってるよ、わざわざ言わなくてもいいよーだ。よっしゃ、やるぞ。これから料理を作り始めるときってなんかこう気分が入るんだよね。まずチャーシューを切りましょうね。チャーシュー切りましょうよ。ジュン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 。ああ、一個ね、一個切っちゃう。どっち切ろうかな。こっち切っちゃう。お、これはチャーシューから出た汁ですね。チャーシューから出た汁ですね。ちょっと飲んでみたいですね。チャーシューから出てシュールですね。ちょっと飲んでみましょう。うまい、うまい。これだってもう1ヶ月ぐらいかけて6本ぐらい煮たんだけど、チャーシュー、みんなこの汁で煮たの、うまくねえわけがね。毎回ラードだけあえて取ってね、とやっていくんですけどね。こっちはやりましょう。刺身包丁一番いいです。何よりも綺麗に切れますからね。指切らないようにね。指切っちゃダメですよ、指切っちゃダメですよ。ほら、チャーシュー、お、丸まってる。これはアンモナイトだ。わけねえだろうが。こう切るとね、前が飛んできました。ほら、このチャーシューのまさのこと。これ今日の晩ご飯の、メインディッシュになりますね。前よ、お前はないよ。刺身包丁がね、一番よく切れます。普通の包丁とかだとね、やっぱりあまり良くないかもしれない。おう、うまそうだね。ほら。ほら、このうまそうなこと。これね、ニンニク醤油つけて食べちゃうんだ。ダメだ、気が狂ったよ。ほら、はい、ニンニク醤油、ニンニク醤油、ほほー、はっはー、
俺は糖尿病、ご飯食べられない悲しい病気の人、ほらニンニク醤油、ほらうまい、ダメだよお前は、やんなよねえ、悲しい人でしょ、食事制限しなきゃいけない悲しい人、私悲しい人です、悲しいからちょっとだけ贅沢させていただきます。うめ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 、このニンニクをずっと漬け込んであるニンニク醤油ね、これはね、継ぎ足し型なの。だから新しいニンニクもあるし、今浮かんでるのは新しいニンニクでしょ、で古いニンニクも、あ、古いニンニクもねえか、ほらあるでしょ、これ古いニンニク、これ古いニンニク、もう 2,3 年これ中にいます、この人もう 2,3 年以上中にいます。もう最後になっちゃったからね、これ新しい人です、これこの間来ました、新人だ、新人頑張れ、美味しいニンニク醤油になってくれよ。でその度にちょっとずつ水を足して、あ、水じゃない、塩足すんだよね。これはあの古紙と同じで、そういう風に扱われてますね。うん、これはうまいぞ。あ、もうなんか頭痛いの飛んじゃったよ。早くビール飲もう。いや、明日仕事で納品がまだできてないんですよね、プログラムがね。前、お前はやんないよ。あ、ダメだ、お前その目で見るなよ、俺のこと。まずこの美味しいチャーシューをね、何よりも皆さんにも味わっていただきたい、先着2000名の方にあげます。応募のためには私の著書幸運な病400冊ずつ買ってください。自分でチャーシュー作るよ。あ、そっか、じゃあ1冊ずつでいいや。表紙の右端にあるあの応募マーク、当たりマークをこう切って送ってくださいね。当たりマークが出るまで買い続けてください。ねえよ当たりマークなんて。今度つけよう、次の本つけよう、当たりマークどうしよう、当たりマークばっかり出てきた。まあいいや、まあ人生楽しんだ方がいいよね、一人でケラケラ笑ってるのが一番。はい、一丁終わりね。これが今日の第一品目ですね。それでなんか焼くんだってな、イワシだな、イワシ焼くんだ今日はね、あのイワシがあるからイワシを焼きましょう。マイユー、マイユー、美味しそうだよ、マイユー、お前やんないよ、ふふん、ふふん、よいしょ。晩ご飯は何しろ、晩ご飯は何しろ、ほら向こうね、炙りバラ肉もね、昨日残ってんですよね。これもまたうまいんだけど、チャーシューにやっぱり太刀打ちできませんね、太刀打ちできませんよ、チャーシューには。おそらくチャーシューは世界最強の生き物ですからね。はい、これはんぺん、今日これははんぺん焼きしてみましょうね。ごま油でアダージュ風に焼いてみますね。はい、これね、イワシ、これは今日中に焼かないとダメですからね、ダメです。これ、あ、ほらレバーがある、鶏レバー、鶏レバーもいくか、鶏レバーもいくぜ。これは汁ね、汁、さっきのやつに入れちゃいますから、なんかもうそれでいいんだよな。鮭は、あと釜一発いるね、釜はちょっと切れんな今日は。豆腐はもういいね。よし、じゃあこの人たちが美味しく変身していきます。まずこれや、何でもそうだけど、いっちゃん最初はイワシ、何でもいいわし、なんちゃってね、ほほほ、何がなんちゃってねだよ。あのイワシが海の魚の名前を全部決めたっていう話知ってます？
これはかなり正確な文献にありましたけどね、魚がね、やっぱりイワシっていうのは数が多いから勢力がある、勢力がね、魚の中で、魚の代表者が俺たちなんか仲間なきゃダメだよねっていうことで、誰かに決めてもらおうってことがあって、それでイワシに決めてもらって、最後にイワシ様、あなたはどうしたらいいですかね、あなたの名前何にしましょうかって言ったら、何でもイワシなんちゃって落語の方に書いてありましたね、何でもいいわし、もう僕は小学校の頃その落語の何だっけな、財津さんじゃない、何だかさんって人の本だよね、それを読んで、あの基礎的な素養を身につけましたよね。受験も受験も五校の水気で会社に水道ってね、裏も作れます、あれ全部意味わかりますから、やっぱり大事よね、そういう日本の文化大事よね、日本の文化大事よね、みんな古典落語覚えなさい、まず落語は古典だ、新作の前に古典をやるんだ、授業も覚えます。授業もじゃあダメだよね。怖かれ。割れても末に合わんぞと思う。ストックインだね。あれ大好き。ちはやぶるだよね。あ、来年はあれだな。国体福井だからな。ちはやぶるの里に行ってきますからね。来年の国体ではね。ゴルフの開催があのちょうど触らしちゃってなんですよね、ちょっと楽しみですね、ちはやふるといえばチャルメラの広瀬すずだろなんちゃってねやっぱり僕のマイクロバイオームがすずさんとなんか親しくなりたいって言ってるけど、なんでもいいです、よし、ラッツサン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 、イワシはね、意外と身があの厚くて油が多いからね、難しいよね、焼くもね、灰皿で焼くとデトデトになっちゃうし、そうじゃないので焼いてもいいんだけど、そうしてもまた中の方が焼けなかったりするんでね、ちょっと手で開いておきますね、こうやってね、僕はこれこうやりますね、まあ骨みんな取っちゃってもいいんだけど、骨は取らん方がいいね、開けて逃げてよ、なんだっけこの歌忘れた、開けて焼いてよだよな、いいイワシだ、うん、本当にいいイワシだ、これ刺身にしてぐらいだね、まあ包丁で開いてもいいんだろうけど、やっぱり塩ね、こう手につけてね、このぐらいでいいです、そんなに一生懸命やっつけなくてもね、このぐらいでね、ちょっとしょっぱめ、あの焼いてる時にその身が焼けていく時に塩が入ってってくれるというのが目的なんで、そんなに圧迫しなくてもいいですよね、よいしょ、イワシ、イワシを、イワシをこうやってね
乗せて焼きましょうや。みんなイワシ大好きかな。そういう、あの安い魚はね素晴らしいよね。僕大好き。いくらだろうこれ。本当に100円200円のはずだよ。200円だね。イワシ200円。ねえ、これで200円だよ。これで200円だよ。これで、これで200円だよ。これで200円。はい、じゃあこれで200円が入ります。何でも最初は、オーブンで焼くのから最初ね。その次汁、それから、その他もろもろに行きますからね。今日は汁、おお、なんかママ言い出したぞ、まゆちゃんが。今日はこれから汁ね。まず汁、さっきのね、白菜とネギ散らして、そこに今朝の余ってる味噌汁入れて作っちゃいますね。なかなか面白みのある味噌汁で、あの大根大きいの入ってるから。はい、これだね。こいつは半分を焼くでしょ。半分先こっちだね。ごま油でやっちゃおうか。今までね、こんな風にこの間から上手に焼けるようになったんだよね。松山で覚えてきた、松山でね、覚えてきた例の焼き方をね、使える。それでやります。それで片手間の方は白菜をちょいと入れてやって、白菜キノコでコートコトだね。白菜キノコでコートコト。まずはちょっとキノコだな。白はもう順番が決まってるから何も考えないでやるわけですね。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、ね、これね、こう、よいしょ、前や、何やってんの。よし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 。ここ、こう掴んでると、こうやって切ったときにみんな切れてますよね。で、そのまんま、ダツ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 と。これはあの大きめの椎茸ですね、どんこですね。はい、そっちの方に注目してください。次は白菜、白菜はこうやってね、芯の方を回した時に芯の方だけを取るようにして、上の方の葉っぱは後で出ますから、芯の方を。で、半分水からキノコは煮えとるから文句だね。で、この中に、この汁が入りますから、ドドッと入るからね。具の方はもう一回煮てあるから、煮ないでいいから、汁の方を入れてあげる。こうやってね。これね。今度こっち側で、だんだん味が決まってきますね。味が決まってきて、もう煮るってことになったら、おしまいですね。で、汁は肉もやるけど、こういう青いのがいっぱい入ってるのが美味しいんで、この肉を入れますよね。で、ここには砂が溜まること多いから気をつけましょう。で、こういうふうにやったら、この人たちをこういうふうにちょっと大きめに茎、葉っぱの方はこうね、で、葉っぱ最後に入れる。それ茎はその直前に入れますから、ちょっとここら辺に集めておきましょう。かといって別に煮えなくても大丈夫。このお肉の場合はね、この後の魚の場合ね。で、最後はしゃぶしゃぶにこいつがわっと入りますから、これで大体350の半分よりちょっと少ないから 100g ぐらいですから、この汁を4人ぐらい食べますからね、いいんじゃないですか。もうこれ汁は勝負あり。
ショバーターって感じですよね。で、はんぺんを炒め始めましょうか。はんぺんはね、バターで焼くっていうのは結構多くの場合だし、あとは、なんだっけ、あれを入れるね、ひき肉と和える場合もあるんだけど、なんかわかんないけど、昨日やったの美味しかったんで、それでやってみようかと思います。この豆板醤、バンバンジー豆板醤を入れちゃうかな。それでネギ、ネギネギですね。でちょっとこれ再生しないとダメな料理だから、これね、焼きチャーシューがあるんで、こいつらはこれで焼いて入れちゃいましょうかね。そうするとちょっと面白いよね。この肉を最後の方に入れていこうね。はいはい、はっぺん、ネギ、ネギ、ネギはみじんの方が美味しいと思うんで、ネギ、ネギ、ピリ辛がね、ピリ辛とはんぺん焼きですな。火入れます。お、しまった、向こうの方も沸騰してるぞ。沸騰させてはいかんねえ、何起こってんですか。沸騰させてはいかん、当たり前ですよ。私だって好きで沸騰させたわけじゃないんですよ。そんなこと言わなくていいでしょねえ。自分で作るやろ、あんなこと言うんだったら。一人二役でございます。うん、肉を入れてたら沸騰させない方がいいよ。でもそれまではまあ別に致命傷にはならない。致命傷にはならん。かっこいいね。はい、これ美味しそう。当然のことながら足してるわけですから、醤油が少し足りないね。うん、うまいな。オッケーオッケー。沸騰したらしゃぶしゃぶ、うん、なるべく離してね、バラバラにして入れるようにしましょうね。沸騰したらね、餃子も作りたくなってきたな。頭痛くてあんまりしたくねえなっつってたのにね、作り出すとだんだんしたくなるようになる。まるで人生の万華鏡みたい。なんでそれ。よいしょ。カレードスコープオブライフ、ね、死ぬ直前に見れるそうですよ。しゃぶしゃぶのお肉はね、本当に一瞬で柔らかくなってしまうんで、これこそ沸騰させちゃいけないよね。こうやってね、上にきれいに散らしてあげて、年寄りでも十分食えるから、この柔らかさはね。お年寄りにタンパク質とっていただくときにはこれが一番いいんです。んで、さっき醤油で味をほぼ決めたんだけど、これが入ったときにみんな笑うんだね。はい、そしたらここにね、火を止めて入れます。はい、ごま油ね。中国の人たちは日本来て何買うかってね、松山のその、料理屋さんの人言ってましたね。みんなごま油買うんだって。電気製品じゃなくてごま油をカートで買うんだって。本当かよとか思いながら、聞いてましたけどね。まあ本当なんでしょうね。こういうのはんぺんに
ゆっくり弱火で入っていきますからね、あれが。それで、豆板醤だね。これもうなくなりそうだよ。これが最後だね。うん、もうだんだん暗くなってきたな。おじいちゃんが来るな。5時終了ですからね。今40分ぐらいやってますから、もう終了したもん知らんだよね。ほらこれね、はんぺんこういう感じでなってくるでしょ。それで入っていきますでしょ、ごま油がね。それがすごく美味しいだわね。で、こういう料理はとにかく丁寧に返してあげるようにしてくださいね。丁寧に一個一個。うん、ああごま油の香ばしい匂いするね。じゃあちょっとチャーシュー、バラ焼きしたいですね。バラの焼いた方ね。これチャーシューじゃないです、再生料理になりますね。ここら辺ね、4面ね、切り目。うん、いい感じだね。たぶんこのはんぺんは高熱にあんまり強くないはずなんで、これなんかもうちょっと小さくてよかったね。よいしょ、小さくなれ。あ、なんか割りごめん、ひどくなった。はんぺんは焦げすぎないと思うんで、はんぺんだけこっちやりましょうか。で、こっちはソースを作ればいいね。はい、ネギ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 ですね、これね、ネギネギ。辛いので、醤油。で、醤油入ると、あー、いい香り。醤油入るともう温度は上がらなくなりますからね。で、もうちょっと酒かなんか入れてあげて、うんね、そしたらハムみたいなのができて、ね、それで、これはまあ別に返す必要もないんで、まあこうやって離してね、温度があんまり上がらないようにしてあげて、はんぺんがこのスープを吸ってくれるからね、からしの辛スープね。はんぺんの場合は中がちょっと白が残るけど、それいいと思うんだよな、俺はいいと思うんだよ。あれそれ、はい、それは俺だね。はい、これだけだね。とろみつけてもいいけど、つけない方がいいだろうね、この場合はね。はんぺんの辛味噌です。豚でチャーシュー、食べるチャーシューの再生料理だね、これね。はんぺんって汁とかなんか、あ、なんか今、向こうの方でバチバチという音が聞こえました。さあ、シルバースナイク、カモン、シルバースナイク。お、バチバチと焼けつつあります。ここにね、ひっくり返してるんだけどね。はい、寝返り打ってくださいよ。寝返り打って、はい、寝返り。寝返り打ってくださいよ。おう、寝返り。これなんか下の方がよく焼けるよね。はい、寝返り打ってくださいね。うん、これから
美味しく変身していきます。そろそろ30分経ってきたんじゃないかと思うんで、これあとはね、火が通るのを待ちましょう。何でもいいわしだね。はい、30分経ちそうなんで、ご飯がインしないといけないから、よいしょ、この古いご飯をどっかに乗せて、よいしょ、これね、ちょっと端っこバリバリだから少しスズメさんにあげたりね、するのもいいでしょうね。水を入れて洗って、お湯の場合も多いですからね。あちち、この釜が熱いのがね、困ったんですね。まゆ、ご飯食べたいか、やんないよ、危ない、振り返りましたね。よいしょ、あっぶねえ、お前こら、今危なく取られるとこでしたね。だんだんあれね、まゆちゃん進化してきますよね。人間も動物も高きを目指して飛ぶ、いいね。そして転落をするんだ。あのバットマンかなんかの、俺最初のバットマン好きなんですけどね、あそこでマイケル・ヨーク、あ、マイケル・ヨークじゃない、なんだかケイン、あの羊さんの役の人がね言うんだよね。これから、もう忘れちゃったよ。後でバスも見なきゃ。忙しいのに。なんでそんなこと思い出しちゃったんだよ。まあいいよね。2号。2号でございます。老眼だとなかなか見えづらいね。はい、じゃあもうこれはオープンじゃない。電気構え入って。スイちゃん。よし。これで3品でしょ。チャーシューに、あれで、あれで、よし、あ、じゃあ、アヒージョだ。アヒージョっていうかね、これもごま油にしてみようか。面白いね。今日ごま油の日じゃん。皆さん、今日はごま油の日です。何言ってんの？これね、今日のごま油の主役は 20% オフ71円の、なんだっけこれ、おう、鶏のレバーです。そうそう、鶏レバーだ。鶏レバーはね、いいよ、本当に絶対おすすめ。これ毎日食ってればあれだよ、いつか飛べるかもな。なっちゃってね、飛べねえよ。だいたい鶏飛ばねえねえか。面白くねえよね。ね、まあこうちょっとこう切っておいて、鶏レバーね、これ粉でまぶしてやってみましょうかね、今日はね。粉でまぶして塩を振って粉でまぶして多めのごま油でチャッて焼くというようなね、そういうとっても美味しそうな、とっても美味しそうなゲートを見せてやる。じゃあやっぱ最後はこのネギネギに入るわけだな。もうピピピなりました。もういいですよ旦那って感じだね、このピピピね。塩を振ってあげて、塩を振るとこの一番外側、内側にね、塩が入ってくる。アクがちょっと出るけど、あんま気にしないね。粉はいつでも出せるようにして、ね、小麦粉だ！ NC ですよ、NC 食品。そうやって大豆粉でも売ってるや。なんか今ひっくり返してる。なあ、ほんとにもう小麦粉悪いグルテン悪いだな。今日何ですか、大豆粉売ろうとしてんの、バカ野郎。ほんとに買ったよ大豆粉、うまくねえんだよ。やっぱりね、偽物は
ダメだよね。うん、あの小麦粉ダメだダメだ、米ダメだダメだ、ラーメンダメだダメだ、そんなことばっかり言ってさ、結局は別なもん、これなら大丈夫なんてさ、それ変わりようとしてるのね、本当にもうバカ野郎。あれ絶対自分もそういう病気にならないと思ってるからさ、だから次々と、あと最新の知見によれば最新の知見によればなんちゃって、ね、はい、あー食べてきてるね。ごま油ごま油ごま油、今日はごま油週間の1日目です。週間かい。はい、ごま油ですよ、ね、ごま油入っていきましたね。はい、取れれば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 、はい、取れれば取れれば取れれば、はい、取れれば取れれば、魚ね、ホワイトスネークかも。あー、うまそうだよ。どうしよう、ちょっとグランド参集してくるか、死ぬよ俺我が家のグランドはここだからね、ここでマイちゃんと参集ぐらいしますからね。はい、今後あの必ず一個一個丁寧に返してあげてくださいね。で、外側がきれいにパリッとなったらネギ入れて、それで、スープ入れて煮ます。煮詰めていきます。そうするとね、あのうまくなりますから。あんまり高温でやると縮んじゃうから、ダメ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 よダメよダメよダメよはなんだっけ、忘れた。ね、外側がね、綺麗になってて、でもこれ内側は全然、あの、火が入ってませんからね。このまま、あ、もういいわ、なんて思ってやっちゃダメよ。こうね、ネギを入れていきましょう。これはもうないね。でもなんかちょっと使えるんだけどね。酒入れて、もったいないから酒入れて、あちちあちち、はい、じゃあ醤油が入ります。あ、さっきのニンニク醤油発見、ちょっと足して、味強くするから砂糖入れるの忘れたよ。味が強い方が美味しいんでね、砂糖入れた方が美味しいです。砂糖と一緒に醤油焦がしましょうね。これが鶏レバのね、なんだろうこれ、甘辛煮かな。これをね、かけとくから、ほら、うまそうだ。きなこ系と入れてもいいけどね、どうなんだろうな。ちょっと弱火を作ってあげましょうか。あの小麦粉を振ってあるんで、それがこのとろみの元になってますよね。で、ちょっとこうムラムラっと蒸してあげないと、中生なのは僕もあんま好きじゃないんでね。砂の私も辛いです。嫌いってことはない、あまり好まない。ちょっとだけこうやってね、蒸してあげましょうかね。はい、てな感じで今日の料理はみんな OK かな。今これ火止めました。
シルバー&ホワイトスネーク。あ、違う。今日ホワイトスネーク2匹だな。2匹2人だな。んで、これがこの、まあ、めんどくさいめんどくさい。全部まま出して。ほら。うまそうだね、イワシね。はぁ、あ。なんか、ものすごい脱力だ。これからおじいちゃんのご飯を作り出します、うん、で、大体まず最初にやらなきゃいけないのはこの端、あ、ここもこれにね、包丁、もう包丁ね、包丁必ず片付けるところから始めましょうね。包丁一番大事、片付けるのね。一番先手に片付けます。初手の位置、もしくは、しまう場所、ちょっとこの端にと出刃は後でもうちょっと動かしたいんで、残りね。それでここを最低限片付けます。最低限ね。なんでかっていうと、ここであんま片付けてると水が飛んで、あの、なんていうの、容器にかかっちゃうことがあるんでね、これは気をつけないといけないですね。でもかといってここあんまり乱雑だとちょっとやってられないので、最低限ね、最低限で、こういうビニールとかなんかは最低限だけど、この中に入れた、こうやってね。イワシさんの頭さんがみんなここにいますんでね。イワシさんの頭さん、はい、このままここで流れてください。ちょっとだけ血合いが流れてね、下水道で処分されるのでございます。ね、下水道で処理しますね。雨の日も雪の日も下水場の浄水場では微生物が有機物を分解し無機物へと変えていっております。何言ってんの、ほら。はい、おじいちゃんの料理だな。ご飯もちょっと硬いもんだね。ダメだな、これな。チンしてできるのにもう1時間かかるか。あ、大丈夫かな。ほんとね、一口あればいいんだわ、親父も最近は。おかずでもお腹いっぱいだから。いらなーい。もういいよ、とかなるんだけどね。おいぞ、まさに。ねんだけどさ、それを狙ってるんですよ。はんぺん2切れぐらいでいいかね。焼きチャーシュー乗せてネギ乗せるね。こうやってピリッとしてて、これ美味しいよね。一丁あり。それで次が、はーいね、これは本当の今日作ったチャーシュー、美味しそうだね。これだったら多分ね、うちのおばあちゃんは歯なかったんだけど、食べてくれたろうな。2回ぐらい作ったことがあると思うけどね。で、少しこの魚がね、少し残ってるからね。もちろんイワシも乗せるけど、多彩なタンパク質を少しずつっていうのが僕のポリシー、料理作りのポリシーなんでね。多彩なタンパク質を少しずつだよね。それがきっと美味しいことがある。これもうちょっと、もうちょっと引っ掛けてみようか。まあいいかな。それで必ず人に出すときには本当に大丈夫ってのを確認しようね。あれ、本当に大丈夫ってこうやって確認してあげるでしょ。本当に大丈夫。ちょっと赤みがあるね。まだ、あれ違う、血じゃないよね、これね。うん、おいしい。うん、鶏レバーはね、レバー臭くないから本当にいいよ。みんなも食べてね、鶏レバーね。もう一煮立ちさせよう、返して。
ちょっと味がもうちょっと中に入ってくるからね。あ、前ごめんごめん。お前ダメだよお前言う。あ、じゃあお詫びに鮭あげる。朝の鮭でございます。これは美味しいわ。サンマはちょっと身の厚そうなところを骨から外してあげようかな。ね、こんなサンマ、ね、美味しそうでしょ。じゃあこれイワシだよ。失礼、これね、こうやって置いてみると、うん、美味しそうでしょ、イワシね。ご飯はラップしとこうかな。もうこれじゃ変わったらどうかな。で、刺身は足で十分美味しいよね。タイの刺身、俺は88歳になったらこういう食事を作ってもらいたいって思いながら作ってるんだよね。自分がどんなもの食べたいんだろうって考えながら毎日料理作ってます。親父がおいしいおいしいっつって食べてくれるのは多分31年後の俺もそう言って食べれるんだ。問題はその時に誰が作ってくれるかだね。まあいいさ、俺は死ぬまで料理作り続けるよ。ポクって死んでやる。うちのおふくろは亡くなる3年ぐらい前からもう作れなかったね。あんな元気だった人がさ、でも多分こうやってタンパク質をたくさん取ってる食事は元気だぞ絶対。俺はそう信じてるよ。お前の言うことなんか信じれねえよって言われそうだよね。いいんだ。てて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 、はい、じゃあ次はだいたいいつも5時に用意しといて、おじいちゃんに来たらいつも一緒に食べるし、来ないような時もあってね、それ、ね、寝たい時、寝てる時だよね。そういう時は置いておきますと勝手に食べる。夜暗いからね、雪も多いしあんまり。ほら、じゃあまゆちゃんこれ食べていいよ。はい、はい、
よいしょ。キャベツもっさり、キャベツもっさり。これはね、お袋はずっといつもキャベツはもっさり持ってたね。不思議だね。どこで覚えたんだかさ。で、そこに汁だね。必ずこの最後の作ったこの青いところから白いところ、白菜ね、葉っぱね。うん、豚肉しゃぶしゃぶ豚肉だね。んで、今朝の味噌汁からずっと煮られていた人たちだね。大根に里芋に、どこだ、出てこい。これはあれだね、椎茸も欲しいところだな。まあ青いところを食べてもらうのもね、一番大事なことなんで。何にしてね、こうやって汁に入れてあげるとベリーグーベリーグー。でお肉はね、必ず切ってあげる。一口で食べれる量をね、口の中入れて噛めないと、どうしてもあのゲホゲホってなっちゃうとね、嫌なんでね。ちょっとこれなんかもうちょっと隙間があるね、隙間があるね。はい、じゃあ鶏の唐揚げくんを、ちょっとこれ面白いになるとこだね。うわ、危ない、眉の餌食になるとこでしたね。気をつけよう。ああ、美味しそうだな。毎日こんなもん食べながら今眺めて、先に行った人たちのことを思い出していくんだろうね。まあ同時に誰も何も作ってくれなくて、スーパーでおにぎり買っていくような人もいるのを僕はよく知ってる。辛い現実だよな。社会の問題なんだよ。はい、ということで美味しく食べましょう。人生辛いことばかりじゃない。